まあ、今までにないぐらいあのシュート入ったので楽しかったです、はい、今日はもうそのシュートタッチの良さっていうのはどのあたり練習から感じてたんでしょうか。そうですね、いつも練習は調子いいんですけどね今日1クォーターだけで19得点でした、はい、どうですか普段はですね、先ほどもコーチもおっしゃられてましたけども、周りを生かすプレー、まあ、ポイントガードとしての役割があると思いますが、今日はこれだけ入るとボールをくれっていう意識が強くなるもんですか。そうですね、まあ、いつもよりかは攻めてやろうっていういつも思ってるんですけど、うん、はい、それよりかはやっぱり点を取るっていうことの大変さだったり、やっぱり体すごく動かして点数取らないといけないので、そういった意味ではコウスケやマコが、どれだけこうきつい思いをして点数を取ってるのかなっていうふうな、そういうことが自分が体験することによって、分かりました。今日はチームメイトからはどんな声をかけられましたか。いや、もう積極的に今日入ってるからどんどん攻めていけよっていう感じだったんですけど、うん、はい、ちょっとなんか恥ずかしかったですね、途中は。この27得点をぜひ書いてください。ありがとうございます。そうですね、まあ、昨日も第4クォーターまで本当にすごくいい形で、シーホースらしいバスケができたので、まあ、今日も、昨日の第4クォーターみたいなプレーをしないようにみんな40分間集中できるように、やったんですけど、ちょっと第4クォーター昨日のデジャブじゃないですけど、うん、昨日の感じがまた流れちゃったのでその時にやはりファンの皆さんがぐっと一段階盛り上げてくれたので、そこでやっぱりエネルギーを、感じることができ、こういう結果につながったと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっと、試合中で打てるのに打てない場面があったので、そういう場面でコーチからもう積極的に打ってけっていう形言われたので、まあ、JR からいいパスが来たのでそれをうまく沈められて流れがちょっとまた戻ったのかなと思います。 KJ 選手から見てこのチームの状況というのはいかがですか。いや、本当に、仲もいいですし、本当に練習通りのような感じで試合ができていると思うので、練習でしっかり一つ一つ、まあ、チャンピオンシップに向けてうまくなれるように、そしてそれをちゃんとコートで表現できるように、頑張っていきたいなというふうに思います。今日は KJ 選手はですね、12得点、